さあ鎌倉波を乗り越えて、あとは女と言いながら後ろ姿で泣いてた君を思い出すたび会いたくて、海のこれが北島祭りだよ。ああ日はまたの熱く熱く熱く明日へ続く。私は偉くもないのに、なんか殿様みたいに椅子に座りまして、こんな格好をしておりますけれども、実は私はこの頸椎の手術をしました。そしてあれから4年経ったんですけれども、だん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 年とともに頸椎も弱くなりまして、やたらふらつくもんでございます。で今年の暮れに、あ、ごめんなさい、去年の暮れにこのふらつきが原因でうちでバタンとなんかこう物を取ろうとしたら倒れたんです。この時に実は足の指を8本全部折ってしまいました。そんなもんでやっと今こう骨はついたんですけれども、お見苦しい点があると思いますけれども、ちょっと不自由でございます。座ってうざうのも正直言って辛いんです。というよりも辛いよりも皆様方に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。まあその辺をお含みいただきまして、もしお見苦しい点があった時は許していただきたいと思います。最後まで頑張って努めますので、はい、皆さんと一緒に嫌なこのコロナを吹っ飛ばしたいと思います。私はね、親父とおふくろ両方とももう旅立ちました。ですけれども、この年になってもなぜかお母さんが恋しく思う。おふくろよ、幸せだったか。おふくろよ、心でいつも張りが健康に気をつけてよ。無口な親父はいつも思ってるんじゃないかな。親父です、よろしくどうぞ。元気でやれよとあの目に涙、親父親父。ありがとう。もう全部が魅力で、もう僕常に師匠のそばに今もいるんですけど、仕事がない時にお邪魔するんですけど、もういつ見てもかっこいいです。
まあ、僕にとっては義理の父になったんですけど、それでも距離感は変わらないです。はい、もう師匠と弟子の距離感というのは、もう今も変わらず、それぐらい偉大な方なんで、しっかりと、その師匠から教わったことであったり、背中で教えてくれることをですね、まあ、北島兄弟豊かと力を合わせて、学んで、そして今回の舞台にしっかりと生かしていきたいなと思ってます。はい、僕自身は先生がいらっしゃらないと多分歌手にはなってなかったと思います。おじいちゃんの影響で、北島先生が大好きで、おじいちゃんが、そのおじいちゃんが先生の歌を教えてくださって、その歌を歌ってずっと物心ついた頃にはもう先生の歌ですから、ネオンの裏町であったり、いろいろ山で働く人の歌で、川で働く人、まあいろんな方、仕事の歌もあるけども、本当に生活の歌が演歌だと、そういうことを先生がいつもおっしゃっておられますんで、はい、そういう歌を本当に届けてくださるのが北島先生かなと、そう思っております。はい、ドロンコドロンコドロンコ大将、歌というのは何にも言わなくても、知らない国行っても日本語が通じなくても、この歌だけはなぜか通じるんですな。例えばキューバの音楽を聴いた時にも、あの人たちがこう、こんなおじいちゃん、私と変わんないぐらいのおじいちゃんがこうやって歌ってる姿見ていても、音がなんかいろんなことを教えてくれるんですな。これやっぱり大事だなっていうのを感じます。最後はやっぱり歌だーって盛り上がっていかないと。そうですね、いいですね先生。はい、素敵な皆さん、はい、皆さんは声出さなくてもいいですから、雰囲気で体も動かしてもいいですから、はい、手拍子かなんかいただきながら乗って歌いたい、はい、今日は祭り歌うんだろう、祭り、はい、最後は、はい、この最後に祭りは博多の祭りで行こうじゃない。いいですね先生。はい、行こうじゃ、はい、元気よく、さあ博多の祭りです。もう燃えろよ涙と汗こそ男のロマン、俺もどんとまた生きてやる、これが博多の祭りだ。ありがとうございます。